果です。やっときましたね、アップデート。と思ってたけどちょっと、期待外れでしたね。理由としてはマスタングですね。やっぱり、展開性能がとても悪くてですね。劣化はねー、4ポッケと思えば割と使えますね。それと爆撃、中対策なのか、オートパイロットにすると、スロットルを自動調節するみたいですね。アケミンなら爆撃中対策、必須、リアミンなら燃料節約になるので嬉しい、調整ですね。さて、今回はイギリス空軍、モスキート、マーク4です。モスキートは当時、すでに幻想とされていた、戦闘機よりも速い爆撃機を目指した機体で、防護機銃を乗せず、戦前で、ハビランド社が開発したアルバトロスと同じく木製の機体に、マーリンエンジンに乗せることで、戦闘機よりも速くなる。とアピールし、バトルオフ、V 戦開戦後に開発スタートするも、順調にいかず、試作機ができていないのに、50機量産命令が出たり、今度は、バトルオフ、V 戦では役に立たないと、開発中止されかけたり、工場が爆撃されたりと、かなり苦労した機体ですね。開発時から様々なバリエーション、できるように設定されており、その性能、戦果、バリエーションの数などから、奇跡の木製機と称された機体です。両実装されたのは、爆撃型と戦闘爆撃型で、今使っているのは、戦闘爆撃型です。武装は20ミリカスパの4門、7.7 ミリ、14兆とか6が高く、ヘッドオンが強引ですが、ヘッドオンしてくる陣いないですし、ラダーの反応が悪いので、微調整が難しく、なかなか当たらないですね。上昇力は総発機、トップクラスなので、運用できる中で挑戦しましょうね。スパの末が若スパのだな。エレベーターが取れなければ勝てたのに。